カヤクグリは、岩ヒバリカカヤクグリ族に分類される鳥類の一種。日本、ロシアに分布する。氷潮で夏季に、四国の県山や本州中部以北、南千島などで繁殖し、冬季になると、定地や本州、四国、九州の団地へ南下して越冬する。九州では冬鳥。全長が約14センチメートル。 翼ばせ会長が約21センチメートル、スズメほどの大きさ。体重が15から23グラム。目立つ模様がなく色彩は地味。私有同色で頭部の羽衣は暗褐色。体上面の羽衣は赤褐色で暗褐色の縦縞が入る。胸と腹は肺褐色で体側面からおばき部の仮面にかけての褐色の縦縞が入る。 頬のあたりに薄い気褐色の反転模様がある。風切り葉は暗褐色で、外縁は茶色っぽい。大雨服と中雨服先端に黄色のブチがある。お葉は暗褐色。初列風切り葉は9枚、次列風切り葉は6枚、三列風切り葉は3枚、お葉は12枚。交際は茶褐色。目の周囲に小さな白斑がある。くちばしは細く黒色。 足は、大々褐色。繁殖期に昆虫を捕獲したかやくぐり、のりくらだけの鉱山帯にて、鉱山帯から、鉱山帯にかけての裏白な仲間と、ハイマツなどの林や岩場に生息する。林の中にいることが多く、岩ひばりほどは岩場にで出てこない。繁殖期には、ハイマツの枝状などの明るい場所に出てきてさえずったり、採食をする。陶器には、平地から低山地の林、 寒木林、山間部の沢沿いのやぶ、集落の庭のやぶ、林園などの標高の低い場所へ移動し、単独もしくは数話からなる、小規模な群れを形成しひっそりと生活する。繁殖期には、チリチリチリや、チーチリリリとさえずり、地鳴きは、ツリリリで、山ひばりの鳴き声に似ている。植生は雑食で、寒木を縫うように移動しながら小型の昆虫、幼虫類、クモ、 草や木の種子などを食べる。カキは昆虫、陶器は種子を主に食べる。樹上でも、地上でも再食を行う。繁殖形態は乱生。繁殖期になるとオスとメスそれぞれ数話からなる。小規模な群れを形成し、オスとメスともに複数とか変わり繁殖する。一切に負で繁殖するとも考えられている。形成した群れでは、オス間に順位があると見られている。 メスが、大白ビソ、キャラボク、タケカンバ、ハイマツなどの高さ1メートルほどの木の絵に、枯れ草や苔などを組み合わせたおわん状の巣を作る。メスが猫背になって、お葉を水平に伸ばし、細かく振動させて、オスに対して、求愛行動をする。6から9月に1日1個ずつ1腹2から4個の卵を早朝に産む。卵の長径は約2センチメートル、短径は 1> 約1.5センチメートルで、青色無反。メスだけが13から14日間放卵し、孵化後13から14日で巣立つ。巣によっては同じ群れのオスが巣で放卵中のメスに、給食を行う。退職が似る、味噌サザイ学名のプラネラルビダは、赤い褐色の小鳥を意味し、主相名ルビダは、赤い、赤みがかったのい。ワミオは陶器に、矢口に潜むように生活し、 なかなか姿を見せず、藪の下を潜ることに由来する。藪の中を好み退職が味噌サザイに似ていることから、江戸時代には、大味噌サザイ、山サザイと呼ばれていた。芝、潜り、茶屋鳥の異名を持つ。和名は、夏の季語となっている。国際自然保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。個体数は、安定傾向にある。 日露当たり鳥条約の指定種。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。カヤクグリ属はイワヒバリカに分類される唯一の属で以下の種が知られている。ヨーロッパ、サハラより北のアフリカ、南の半島部を除くアジアに分布し、低木林などの産地に生息する。全長13から18センチメートル、体重18から26グラム。 地上、低木の中、岩の隙間などにカップ型の巣を作る。3から6個の明るい青緑色から青色の模様がない卵を産む。放卵期間は11から15日、孵化後12から14日で巣立つ。夏は主に昆虫を食べ、冬に植物の種子や果実を食べる。形態は岩ひばりや黒地などに似る。ありがとうございます。